アポロ AS-201 とは、アメリカ合衆国のアポロ計画において、サターン IB 型ロケットを使用して、最初に行われた、発射試験である。AS-201 は、サターン IB の初の試験飛行であるのみならず、実物のアポロ指令、機械船を、初めて宇宙空間に送る実験でもあった。サターン IB は、 アポロ計画の初期段階ですでに10回の試験飛行に成功しているサターン I 型ロケットの発展型であり、第1弾ロケットの出力は I 型の 5800KN から 7100KN にまで高められていた。また、第2弾ロケットにはサターン V 型ロケットの3段目にも使用される SEV が使用された。SEV はサターン V の2段目にも使用されている。 液体水素を燃料とする J-2 ロケットエンジンを一機搭載しており、宇宙空間での再添加が可能であった。AS-201 計画のもう一つの重要な目的は、司令船の熱射兵板の性能試験であった。第1弾ロケットは、輸送船コンプロマイス号に搭載されて1965年8月14日に、ケネディ宇宙センターに到着した。 1> 第1弾は、ロケット第2射製の H-1 エンジンを発揮、搭載し、製作は、クライスラー車であった。第2弾の SE 部部は9月18日、飛行制御装置は10月22日、指令船は10月27日にそれぞれ到着した。第1弾は到着後すぐに発射台上に設置され、第2弾は10月1日、飛行制御装置は10月25日、指令。 機械船は12月26日にそれぞれ設置された。途中様々な困難に遭いながらも作業は進められた。サタンアイビーン IB 最初の発射実験 AS-201 は予定より1ヶ月近く遅れて、1966年2月26日16時12分に1秒、ケネディ宇宙センター34番発射台から打ち上げられた。第一弾ロケットは完璧に作動して、 高度 57km で切り離され、続いて、第2弾ロケットが高度 425km に到達するまで燃焼した。高度 488km に到達した時点で、指令、機械線が分離された。さらに機械線のエンジンを184秒間噴射し、10秒間インターバルを置き、もう一度10秒間噴射して、宇宙船を加速した。これにより、 月飛行において決定的に重要な要素になる、機械船エンジンの宇宙での再転火が可能であることが確認された。指令船は、秒速8300メートルで、大気圏に再突入し、発射から37分後に予定地点から72キロメートル、離れた海上に着水して、2時間後に、航空母艦ボクサーに回収された。今回の実験では、 大きな問題点が3つ挙げられた。第一点は、機械船のエンジンが80秒間にしか適切に作動しなかったことである。原因は、酸化剤の系統が破損して、圧力ガスのヘリウムが酸化剤に混入してしまったことであった。第二点は、大気圏再突入時に指令船の電力が停止して、制御不能に陥ったこと。第三点は、 同じく大気圏再突入時に回路がショートして、計測機器が停止してしまったことであった。電気系統に関する問題は配線の不備によることが、すぐに判明したので、直ちに改善された。ネブラスカ州、アッシュランドの戦略空軍博物館に展示されている、AS、エース -201 指令船実験で使用された、指令船は、その後ホワイトサンズミサイル基地で、 落下試験などに使われ、現在は、ネブラスカ州、アッシュランドの戦略空軍博物館に展示されている。ありがとうございます。